回は台湾 FCR なるものを購入しました。では開けていきたいと思います。本物の FCR と見た感じ遜色ないな。結構頑張ってますね。アクセルの動きもいいですね。中古だったんで若干こういうゴムの部分が劣化してはいますね。チョークも動きますね。ちょっと錆があるな。でも全体としてはいいですね。この FCR なんと1万円未満でした。お買い得です。それではこのままでは私の SR につかないので加工していきましょう。まずはスピゴットですね。スピゴットがぐらいか。でかすぎですね。これを SR に合わせます。ここゴムパッキンなかったっけな。本物は忘れちゃったな。では削りましょう。完成です。こんな感じです。こんな感じですね。はい、じゃあ SR に入るか確かめます。大丈夫ですね。こんな感じです。ついてますね。ちょっと硬いけどグリス刺してあげれば大丈夫かなという感じです。はい、じゃあそれではマウントできるか行ってみましょう。はい、では一応フロート室のチェックですね。一応新品でフォーチプレイだったというキャブレターなんですけど、どうでしょう。ああ、新品だな。メインは、メイン170番。
面170番ついてますね。スローが何番だ48番。一応 SR はこれで3代目なんですけど、いずれも500の SR を今まで乗ってきました。で、なんだかんだ結局すべての SR に FCR を入れてます。ただ今まではちゃんと景品 FCR なので、台湾 FCR という、まあ、おそらくこれ昔は中華 FCR とか言ってたやつだと思うんですけど、それを入れるのは初めてですね。まあ、ただこれできいい気がするな。まあ、CR が悪くはないんですけど、やっぱ私個人的に CR のフィーリングがちょっとやっぱりもっさいので、できればやっぱり FCR 系のフラットバルブが好きかなという感じですね。はい、ではニードル側、ちょっと違うぞ。景品製の FCR はここは X だったと思うんだけど、 X じゃないんだな。はい、じゃあニードル見てみましょう。ニードルはやっぱり若干景品製とは異なる作りなのかもしれないですね。針はクリップ真ん中、下から1、2、3、4段目、クリップは下から4段目、針はなんだこれ CR39。 え、こんな針知らねえ。この針はもしかするとゴミかもしれないですね。これなんだろうな。あ、この針でセッティングが出てくれたら針も買わなくて済むんで、とってもいいんですけど、まあ遊びなので遊びですからね、そこまで期待せずに。行ってみましょう。セッティングしやすい針だと最高なんですけど、どうでしょうね。やはり景品性とは若干の違いが見られる。まあ、ちょっと怖いなって感じるのが、針が FCR の針が使えるの、まあ、景品 FCR の針が使えるのかと、まあ、スピゴットとかもできれば今回無理くり削ったスピゴットではなくて他のところのを使いたいので、まあ、そういったものが使えるかですね。はい、そんな感じです。はい、ではつけていきます。
ちは寝るな。これですね、問題は。これがね、干渉ですよ。避けらんねえな。干渉してる部分があるので次回に持ち越しです。まあ結果的に言うとこれ今これが悪さをしてダメでした。まあそんな感じですね。はい、以上です。